酸素圏デザインスクールとは、社会の中の問題を洗い出して技術で解決できるような人材を作り出すというのが目的になります。開発した技術がなかなか世の中の社会の中に入っていかないという点がございます。それには独自の考えに集中するのと同時に、社会全体を見渡してどこにこの技術が使われるのかといった点を正確に把握できる眼力が持った人材が必要となっています。眼力とともに一緒に物を作り上げるという競争力や、それを世の中で実際に使っていく実践力という3つの力を有した人材が必要です。そういう人材を作ることをこの酸素圏のデザインスクールは目標としています。酸素圏以外の産業界の方々と酸素圏内の将来を期待している若手の研究員たちが入っております。やっぱり産学官、その大きなダイナミックレンジといいますか、そういう大きく振った中での多様性というものがですね、イノベーションの大きさも決めるんじゃないかなというふうに思います。酸素圏デザインスクールは未来の暮らしを競争するためのテックリーダーを育てる学校です。未来の暮らしっていうのを考えた時に、技術から考えるのではなくって、これから10年先20年先の未来を見た時に、世の中がどういうふうに変化しているのかっていうのを探索しながら、チームでそこからインサイトを引き出してアイデアを開発してコンセプトを作って、それを実践していくというようなものになります。カリキュラムは大きく4つのフェーズに分かれています。まず、スクール生一人一人のリーダーシップを育むこと。それが全ての起点となります。世界で最も刺激的なビジネススクールと称されるカオスパイロットのクリエイティブリーダーシップや、自身の強みや在り方を見つめ直すキャリアリーダーシップというセッションを設けています。まず、そもそもデザインを学ぶ上で、大事な心構えということで、最初にクリエイティブリーダーシップという授業を受けます。技術を活用するテックリーダーとしての自分はどんなふうなあり方として社会に関わっていきたいのかということを明確にしていくと。でその中で、ではそういった人たちが、いろんなこうリーダーたちが集まる中で、共通のビジョンとしてどういうものを描いていくんだろうということで、チームをリードすることを学びます。さまざまな要因がある中で課題というものは生まれていくので、その課題を紐解いていくということをシステム思考で学んでいきます。 It happens in the communication, it happens in the connection. So how do you as a leader create a space and lead a space for that kind of communication, that kind of connection to actually take place so your team can succeed in a complex work situation like that? It's really a microcosmos of situations that we find ourselves in often. SoIt's the key takeaway is to notice how to organize around learning, and in that way could move together even when things are complex.自分の自己実現の動機だったり、その好奇心というものを生かして、どのように社会に価値を生み出すのかということを考えるきっかけであり、実際に実行するためのリーダーシップを身につける機会として提供させていただいています。2つ目のフェーズは未来を俯瞰すること。今起きている世界の変化や生まれつつある未来の可能性を俯瞰し、本当に必要なことは何なのかを洞察していきます。未来洞察やシステム思考、アートシンキングなど、さまざまな考え方と手法を学ぶほか、海外へのスタディーツアーも行います。僕の担当はですね、未来のシナリオを作るというふうな、パートの担当をしました。皆さんに未来のシナリオの目になるようなニュースをたくさん読んでいただいて、それを組み合わせていって、大体2030年頃をめどにして、日本の社会はどんなふうに変わるかというふうなシナリオをですね、たくさん作りましたというふうな、パートを担当しました。海外スタディツアーでは、先駆的な教育で知られるデンマークを訪問。特に教わるではなく自ら学ぶ、ティーチングではなく気づきを引き出すコーチング、カオスパイロット、デンマーク技術研究所、デンマーク工科大学など、デンマークの新しい教育や研究の現場を体感します。
カオスパイロットはカオスの中でもパイロットのようにリードできる人材を育てるという学校なので、実際にカオスパイロットに訪れた授業も非常にこう不確実な状況の中でもどのように一歩を踏み出すのかという視点で組まれた授業内容でした。Chaos Pilot is essentially a school. It is a leadership school. We call it enterprising leadership because it's a leadership that focuses on starting up things. We are a fairly unique school that combines a multitude of disciplines, theories, and methodologies to support young people, young creative outsiders becoming creative leaders. So what separates the way we work with young people, the way we teach,The way they learn is that we only work with real projects. No case studies and not so much theory. It is about application. So what we do is that we expose our students to a number of challenges that have a real client somewhere outside in the world, and we ask the students to learn by doing.具体的にカオスパイロットの学びというものを実感することによって、未来という漠然とした状況の中でも自分たちが意思を持ってこういう社会を作るんだっていうところの確固たる自信だったりですとか価値観だったりですとか、そういうものが生まれてくる場になったのではないかなと思います。3つ目のフェーズはアイデアを競争すること。デザイン思考をはじめとしたセッションでチームで創造的なアウトプットを生み出していく術を学んでいきます。 Both last week and today are about creating ideas quickly, bringing them to life rapidly and testing them. So last week we did thinking through drawing, so almost classic idea generation through drawing techniques, and this week was about making, so making models and testing the ideas through 3D models as opposed to drawings.So both workshops are about bringing ideas to life very rapidly. そして最後に社会で実践するフェーズ。そこまでチャレンジするのがこのスクールの特徴です。産総研柏センターが所在する町、柏の葉の皆さんといかにアイデアを現実の社会に実装するか、そのプロトタイピングに挑みます。スクールでは実は3チームございます。それぞれについて社会的な課題というのを設定して問題解決をするようなワークショップであったり、子どもたちの授業コーチングをやってきたということになります。柏の葉で実践するとなった時にどこから始めていくのかというところがとても重要なポイントになると思います。社会実装というのは自分たちが作りたい未来というものを分かりやすくコミュニケーションをして、スクール生側だけではなくて地域の人たちを巻き込めるようなもの、そういうものとして一緒に関係性を構築して一緒に場を作っていく、そこからプロジェクトとしての成果を上げていくという、そういった意味での社会実装という言葉になっています。今回すごく感じたのは、子どもたちのような人々にどう我々の技術を伝えるかというところで、それが非常に難しいんですけど、その伝わった瞬間にすごい大きな発想とかいろんなイノベーションが生まれる可能性があるというふうに感じましたので、やはり我々はその自分のやっていることをうまく誰でも分かるような形で伝えるということを、今後もやっていきたいと思います。またこのフェーズではスクール生が所属する組織に帰った後にスクールで学んだことを実践できるようクリエイティブファシリテーションという学びの場を設けています。講義で学ぶということだけではなくて、本当に参加型のワークショップ形式での授業に全てなっていて、それを次に再現性のあるものとして使えるようにするというのが一番重要なところなので、最後のファシリテーションの授業ではそこに重きを置いて実践しています。また産総研デザインスクールは授業とは別に社会と技術の関わり方を考えるシンポジウムやセミナーも積極的に開催。偉大な先駆者に学ぶとともに多くの方々と議論を広げていきます。現在の早い技術が動いていく時代、技術が世の中にどう使われていくか、あるいは新しくどう使われていくかという、そういうことを考えながら研究をする、
ことが求められていると思うんですね。産総研の存在意義っていうのはやっぱりこのエコシステムの関係性の中で人と人との共感をベースにして新しい知を持続的に生み出していく、そういう組織じゃないかな。技術者の方たちはやっぱり専門性を持っている方たちが多いので、違う専門性を持った方たちとどんなふうにお互いが共同していくのかっていう視点で、境界線を越えることを学ぶということが一番大事なことではないかなと思っています。科学技術とか研究っていうのが、表面的な技術だけじゃなくて文化とか哲学とどう結びついて、それが今後日本の産業として技術を成り立たせていくにはどうしたらいいかという、結構深いところまで気づいたっていうのが結構大きなデザインスクールでの学びだったと思います。デザインというものはやっぱりユーザーですとか生活者の方たちですとか、より一般に開けた市民に対して価値あるものとして認識されるということがやっぱりデザインの価値だと思うので、デザインスクールも単純にそこで授業をやって終わりではなくって、授業をやる過程の中で地域の人たちを巻き込んで、地域の人たちがデザインスクールに興味を持っていただいて、そこから新しい未来を作ろうというような、そういう開放的な場所であることがとても大事だと思います。